これが最初に伝えたかったこと、それから守備の強度のところも前からしっかりプレスをかけること、それをもっとやっていかないといけない、そんな話をしていました。前半のキックオフ、まず左サイドへボールを送っていきます。受ける、合わせた、よく触りました。小畑ナイスキーパーですね。サムエルファーサイドで合わせましたが、よく防ぎました小畑。もう一つ町田、頭でつないで梅崎、広げて高畑、ワンタッチ、ヘディングシュート、サムエル合わせましたが、クロスバーですか、はい、内田跳ね返して、その後井上が拾いました。大分中でサポート、前半とはあまり変わってないようには見えますけどね。坂パセのヘディング、これもまた触りましたね。金崎溜めて町田飛ばして井上、弓場も中にいます。金崎、井上から小屋のヘディング、崩し切りました。大分取りにいた先制。金崎溜めてもう一度井上、このボールが良かったですね、しかも、まあ、ここ前に小屋が入れたことがね、この得点につながりましたけど、まあ、大分の選手 3,4 人がしっかりとこう絡んで狙いを持った中でのゴールですからね、非常にこう素晴らしいゴールだと思いますね。でも大分が揺さぶります。弓場、おいや前向いた、スルーパス、金崎、金崎1対1、うわよく触った小畑、いや今日は小畑当たってますね、プレコントロール金崎、香川、小屋がフリー、小屋勝負、小屋が狙う、よくカバーました、8スカ、ナイスカバー、いやこれはもう攻撃守備素晴らしいトラップから繰り返し、しっかりとコース狙って、まあ、これ触ってなかったら、まあ、ポストに当たってどうかっていうような際どいシーンでしたよね。ハチスカよく戻りましたね。この小屋うまかったですね、しっかりコース狙って流し込みましたけどね。このプレーは今仙台に勇気与えましたね、はい、小屋目安4分台に入りました。試合終了、大分取りにいたリーグ戦3連勝、無失点で、今日も無失点で3連勝。